お願いします。次の25年、30年もね、乗れるような車を作ってあげたい。ロドスターを大事に乗ってもらってるお客様がとてもその車を愛してるんですよ。で、そうした人たちの期待に応えたい。今の技術で塗装します。当時の車と比べて もう圧倒的にこっちの方が綺麗な輝いている塗装膜になっていると思います。お客さんは、うわこの車綺麗だねってみんな言ってくれます。小さなことからきちっとコツコツと積み上げていきたいなと。そうして範囲を少しずつ広げていけるようになったら、そうすることによってお客さんが増えていくと思うので、期待に応えることにつながるんじゃないかなと思います。